おはようございます。星野瑠璃のニコナラ実践動画。この番組はパチンコパチスロ競馬大好きな私星野瑠璃の日々のスロットライフを皆様と楽しもうという番組になっております。よろしければこの動画への高評価、ニコナラチャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。2022年最後の収録になるので、一番好きなファンキージャグラー2に座りました。ラストはマロ吉とともにプラスで終わりたいと思います。先週リニューアルオープンしてパチスロコーナーが2階から1階になりました。もともとジャグラーコーナーは大事にされていて、普段から稼働が多いです。私はリニューアルオープン初日に来たんですが、その日もジャグラーコーナーはレギュラーボーナスの回数がついている台が半数以上はありましたし、今日も期待していきます。200ゲームです。最初から200ゲームを超えてしまいましたね。ジャグラーシリーズを打つときは最初の投資がいくらなのかもすごく重要なので、なるべく早く当てたいんですけど、200ゲームぐらいだったらまだ打ち続けますかね。おー、光ります。チェリー重複228ゲーム、投資7000円です。1ペカ目どちらでしょうか。レギュラーボーナススタートです。はい、終了。ジャグラーは最初の当たりまで1万円投資は様子を見るようにしています。1万円投資して当たらなかったらブドウ見て、他の空き台見て、移動を考えながらどうするか考える。おととい有馬記念があって、私は普段競馬の予想を毎週しているんですけど、大勝負して大的中したので、2022年はパチスロ収録最後ですので、この勢いに乗ってプラスで終わりたいんですよね。ここのお店は毎週末店員さんが競馬の予想をして、お客さんも予想できて、それを参考に店員さんが馬券を買って勝負して馬券を公開してるんですよ。有馬記念もまだ結果が貼ってあったんですけど、8名が予想して2名当ててました。毎週当ててる方もいらっしゃるので、競馬をやられる方はかなり楽しいと思います。お、びっくりした。21ゲームモチメタルです。いい音鳴りましたね。ビッグボーナス、ビッグボーナス1回、レギュラーボーナス1回です。よし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 。はい、終了。ファンキージャグラーは告知が派手ですね。いつも慣れてるはずなのにびっくりしちゃうんですよね。隣の台に座っててもびっくりします。ビッグボーナス引けたので持ちメダルできましたし、この持ちメダルで次のボーナスを続けて当てていってどんどん増やしていきたいです。お、先に光っております。39ゲーム、単独ボーナス持ちメダルです。いいですね。レギュラーボーナス、ビッグボーナス1回、レギュラーボーナス2回です。はい、終了。なかなかいいスタートなんじゃないですか。期待しちゃいますね。レギュラーボーナスがついてきてるのもいいですね。ブドウ50回です。 6.784分の1、うーん、悪めですけど、まだブドウ50回なので分かんないです。引き続き数えていきます。100ゲームです。100ゲーム超えましたけど、まずまずのスタートなので、持ちメダルが飲まれるまでは打って、その後は当たるかどうかで決めていきますね。
200ゲームです。持ちメダルは残り約100枚ですね。300ゲームまでは回せないので、持ちメダル内になんとか当たってほしいですけど、どうなんでしょうか。283ゲーム回しましたが、持ちメダル飲まれてしまいますので通過投資していきます。おー、叫び狩りチェリー重複です。299ゲーム追加投資1000円で総投資8000円です。よしよしよし、ビッグボーナス、ビッグボーナス2回、レギュラーボーナス2回です。よかった。はい、終了。持ちメダル飲まれて追加投資1000円してビッグボーナスだったので良かったです。またこれで飲まれるか増えるかで相当展開は違いますね。ブドウ100回超えてました。 6.291 分の1。ブドウ50回の時よりは良くなりましたね。6分の1より良くなってくれればいいんですけどね。100ゲームです。100ゲーム以内に連チャンはしませんでした。直近のボーナスがビッグボーナスだったので持ちメダルはあるんですけど、なんとか持ちメダル内に当てたいですよね。200ゲームです。持ちメダルはクレジット分で飲まれてしまいます。これが飲まれると追加投資は2回目。217ゲーム回しましたが飲まれてしまいましたので追加投資していきます。265ゲーム回しました。追加投資して総投資がこれで1万円ぴったり。この台は良くもなく悪くもないんですが、台移動できなくなってしまうので、とりあえず2台目に移動したいと思います。最後7狙います。ブドウだ。これラストにして追加投資して1万円ぴったりなので移動します。大移動します。ファンキージャグラー2、2台目移動してきました。まだ誰も触ってない台です。先ほどの台はトータル1万円投資して、良くもなく悪くもないのでやめました。ブドウは 6.607 分の1でした。ブドウも最初からあまり良くなかったので、あの台を追加投資しても微妙だったので、とにかく2台目を打ってみて、もしかしたら1台目に戻る可能性もありますが、打てる時に打った方がいいと思ったので移動してきました。 A タイプを打つからにはやはり設定5、6を狙っていきたいので、1台目まだ分かんないですけど、展開的にはずっと追加投資になっていて右下がりの展開だったので、言い切れはしないけど設定5、6ではなさそうと思ってしまいました。とにかく2台目打って出るかどうかですね。ここから気持ちを新たにプラスを目指していきます。107ゲーム追加投資3000円で総投資1万3000円です。1ペカ目レギュラーボーナススタート。はい、終了。最初の台より一番最初の当たりは早かったですね。最初の台は全部で4ペカ、ビッグボーナス2回、レギュラーボーナス2回でした。860ゲーム回しました。お、28ゲーム持ちメダルです。早いですね。いいスタートですよ。ビッグボーナスです。ビッグボーナス1回、レギュラーボーナス1回です。はい、終了。
大道成功の雰囲気がプンプン漂ってますね。1台目がビッグボーナス、レギュラーボーナスともに430分の1だったので、ビッグボーナスが設定1以下、レギュラーボーナスがだいたい設定1ぐらいだったんですね。で860ゲーム回しましたので、この台もそれぐらい回した時に1台目より良ければ2台目を打ち続けます。最低でも1000ゲームは回して考えようかなと思ってます。ブドウ50回です。 3.8 分の1めちゃくちゃ良くないですか。目を疑いましたまだ50回なので分かんないですけど、ブドウ良すぎる。100ゲームです。ビッグボーナス当たったので持ちメダルには余裕があります。お、157ゲーム持ちメダルです。毎回びっくりしちゃいますね。ビッグボーナス、ビッグボーナス2回、レギュラーボーナス1回です。はい、終了。まだ300ゲームしか回してないんですけど、1台目より2台目の方が圧倒的に良さそうですね。もう1台目に戻るという選択肢はなくして、このファンキージャグラー2を打ちます。2回連続でビッグボーナス引いたんですが、まだマイナスですね。1台目の分の投資額があるので、2台目ではプラスですけど、トータルでプラスにしたい。目標は1000枚以上流すことですね。100ゲームです。ビッグボーナス2連でその後連チャンしてほしかったんですけど、とりあえず100ゲーム超え。持ちメダルはビッグボーナス2回だったのであります。まだまだ打てる。チリ重複188ゲーム持ちメダルです。びっくりした。いい音鳴りましたね。ビッグボーナスです。ビッグボーナス3回、レギュラーボーナス1回です。はい、終了。レギュラーボーナスが481分の1っていうのが気になりますけど、でも1回当たればすぐ250分の1にはなりますので、まだ分かんないですね。順調に持ちメダルは増えてますね。去年神奈川県で大雪が降った日に、このお店で収録で番長3の設定6を打ってたのに、雪が積もりすぎて夕方ぐらいに帰ったんですよね。それがずっと心に残ってます。その後も収録の日雪が降ることが多くって、収録が被ったら嫌だなって思うんですよね。16ゲーム持ちメダルです。早いですね。おお、ビッグボーナス、ビッグボーナス4回、レギュラーボーナス1回です。いいぞいいぞ。はい、終了。最高持ちメダルになりました。下皿パンパンにあるので、おそらくプラスになったんじゃないかな。ブドウ100回です。1/5、すごいいいですね。ブドウ、ブドウもいいし、メダルも出てくれるし、これはいけるとこまで行こう。もうジャグラーシリーズは増えてる時に打って減り始めたらやめればいいので、もう少しメダルに余裕ができれば今日は勝ちですって言えるんですけど、まだ分かんないですね。頑張らないといけない。2台目のスタートダッシュはいいですね。かなりいい。あとはレギュラーボーナスがついてきてくれれば高設定ありますよ。お、先光りチェリーチョークですね。30ゲーム持ちメダルです。連チャン続いてますね。揃えちゃった。レギュラーボーナス、ビッグボーナス4回、レギュラーボーナス2回です。やっときました。はい、終了。いいですね。連チャンしてますね。
すべての当たりが200ゲーム以内。これは期待持てるぞ。100ゲームです。100ゲーム超えてもずっと200ゲーム以内に当たってるので安心して打てますね。持ちメダルにも余裕ができて、心にも余裕ができてます。お、光りました、叫び光。単独129ゲーム持ちメダルです。お、目押しミスしました。レギュラーボーナス、ビッグボーナス4回、レギュラーボーナス3回です。はい、終了。これでレギュラーボーナスも218分の1になったので、ビッグボーナス、レギュラーボーナス、ボーナス合成確率すべて設定6以上になりました。ここから回していくと、まあ、少しずつ確率は下がっていってしまうんですが、それでも一度設定6以上の数値を超えるというのはいいことですよね。持ちメダルはレギュラーボーナス2回続いてますので変わらずですね。100ゲームです。200ゲーム以内は全て連チャンという考えで打っていきますか。ブドウ150回です。 5.213 分の1、相変わらずブドウいいですね。ブドウは心の支えなので打ちやすいです。このままずっと良かったらいいですね。お、135ゲーム持ちメダルです。200ゲームはまんないですね。レギュラーボーナス、ビッグボーナス4回、レギュラーボーナス4回です。はい、終了。隣のマイジャグラー5がすごくよくって、おそらく高設定があるなら両方か、もしくはどちらかですね。まだ1000ゲーム回してないのでわからないんですよね。ずっとこの状況が続いてくれれば設定6ですね。ビッグボーナスが1台目と合わせて6回引いてるんですけど、まだプレミアムが見れてなくって、ファンキージャグラー2のプレミアムはド派手なのでなんか見たいなとは思いますね。出てくれればいいな。100ゲームです。直近のボーナスがレギュラーボーナス3回なので、持ちメダルは徐々に減ってはいますが、100ゲームちょいでずっと当たってるので少しだけですね。次がビッグボーナスだったらプラスになります。198ゲーム持ちメダルです。もうすぐ200ゲームだったのでここで当たってくれてよかったです。ビッグボーナス、ビッグボーナス5回、レギュラーボーナス4回です。はい、終了。マックス時の持ちメダルよりは少し少ないぐらいに戻りました。レギュラーボーナス3連してビッグボーナスだったので、少しずつ飲まれてから戻ったって感じですね。200ゲーム超えないというのは続いてますね。ただ100ゲームから200ゲームの間にずっと当たるとレギュラーボーナスだった時に減ってっちゃうんで、できれば100ゲームまでに連チャンしてほしいですよね。総ゲーム数1000ゲームを超えました。ブドウ200回で 5.2 分の1。ブドウはずっといいです。体感でもよく回ります。お、いい出目出ました。56ゲーム持ちメダルです。ビッグボーナスだったら最高持ちメダル更新。あー、レギュラーボーナス、ビッグボーナス5回、レギュラーボーナス5回。はい、終了。1000ゲーム超えましたけど、
ビッグボーナス、レギュラーボーナス両方5回210分の1ですので設定6以上ですね。このまま続けば設定6なので、もう少し確率以上にビッグボーナスを引きたい気持ちはありますけど、このまま右上がりに伸びていってくれれば打ち続けたいです。ブドウもいいですし何も言うことなしですね。ジャグラーは確率以上に引いてなんぼなので、ここからは引きの勝負です。100ゲームです。なかなか伸びきってくれないんだな。もっとメダル増やしたいんだけどな。200ゲームです。初の200ゲーム超えですね。メダルはマックス時の持ちメダルから上に行ってないですね。直近5回のボーナスがレギュラーボーナス4回、ビッグボーナス1回なので、まあ、しょうがないんですけど、右上がりになってるとは言えないです。伸び悩んでる。ここからビッグボーナスが連チャンしてきてくれれば伸びるかもしれませんが、まだわからないですね。持ちメダルはまだありますので引き続き打ちますが、もし持ちメダルがすべて飲まれてしまったら追加投手はもうしない考えでいきます。ブドウ250回です。 5.28 分の1。ブドウは 5.2 前後ですね。すごくいいです。ゲーム数は間もなく300ゲームハマりですね。お、光りました。叫び狩り単独ボーナス290ゲーム持ちメダルです。あーはビッグボーナス、ビッグボーナス6回、レギュラーボーナス5回です。よかった。はい、終了。次100ゲーム以内にビッグボーナスが来てくれれば最高持ちメダル更新できますね。ここが設定6か設定6以外かの差になるかもしれない。お、62ゲーム持ちメダルです。ビッグボーナスお願いします。ここでビッグボーナスだったら最高持ちメダル更新ですよ。あー、やった。ビッグボーナス7回、レギュラーボーナス5回です。持ちメダル更新。はい、終了。下皿パンパンになりました。約800枚ちょいで最高持ちメダル更新。1000ゲーム近くは伸び悩む展開で来てたので、ここで右上がりになってくれてよかったです。ビッグボーナス7回、レギュラーボーナス5回。まだプレミアムは出てないんですけど、確率的にはバランスいいですね。さあ、プラス域で右上がりに最高メダルを更新しましたので、ここから上に行ってくれればいいんですけどね。100ゲームです。最高持ちメダルは一瞬更新できましたが、また100ゲームは超えてしまったので、1日のんびり楽しむには最適な台ですけど、設定6の勢いってことに関しては勢いが足りないかもしれないですね。お、光りました。165ゲーム持ちメダルです。叫び狩りか。よし、あ、どっちでしょう。
る。お、ビッグボーナス。ビッグボーナス8回、レギュラーボーナス5回です。はい、終了。ビッグボーナスが始まった時にそこまでの持ちメダルをすべて箱に積みました。今はビッグボーナス1回分ぴったりのメダルが台の下にある状態になってます。レギュラーボーナスの確率が313分の1になりまして、設定4の数値に近づいてきてるんですね。先ほどまでは設定6の数値だったんですけど、まあ、だんだん下がり始めていて、設定6かどうかと言われると勢いが足りない気がするので、このビッグボーナス1回分の持ちメダルが増えていくのか減るのかで続けるか続けないかを判断しようと思います。ビッグボーナス1回分の持ちメダルが飲まれたらやめ、増えるようだったら続けていきます。ブドウ300回です。 5.44 分の1、まだいいですね。ブドウは打ち続ける時の勇気になりますので、良ければいいほどいいですね。100ゲームです。200ゲーム以上ハマったのは一度だけなのでそんなに辛くはないですけど、もう少し伸びてほしいですよね。200ゲームです。1回分のビッグボーナスの持ちメダルはクレジット分で飲まれてしまいます。マックスの持ちメダルを1000ゲームちょい回してやっと超えて、でその1回分の持ちメダルがこれで飲まれてしまうってことは伸びきらなかったっていうことになるんですよね。右上がりにずっと伸びていくようなグラフにするには超えた時に伸ばさないといけなかったんですけど、それがなかったので持ちメダル内に当たればまだ続けますけど、これで当たらなかったらおそらく設定6っていうことはないと思うので伸び悩む展開ということでやめようと思います。持ちメダルはプラスになった時もあったんですが、おそらくマイナス。はい、200ゲーム超えは2回目になるんですが、ビッグボーナス1回分の持ちメダルが飲まれますのでこれで最後にしたいと思います。はい、ボーナス後239ゲーム回しましたが伸び悩む展開になっていますのでここでやめたいと思います。じゃあ2022年ありがとうございました。エンディングでまとめます。はい、実戦終了ということでお疲れ様でした。本日はファンキージャグラー2を2台打ちました。総投資が13,000円、回収がこちら606枚ということで惜しくも若干マイナスで終わりました。1台目が860ゲーム回してビッグボーナス、レギュラーボーナス2回で430分の1なので、ビッグボーナスは設定1以下、レギュラーボーナスはだいたい設定1ぐらいの数値でやめて、ブドウは 6.6 分の1でした。で2台目に移動して、2台目は総ゲーム数が1810ゲーム、ビッグボーナス8回で 226.2 分の1、こちらは設定5と設定6の間ぐらいです。レギュラーボーナスは5回で362分の1、こちらは設定3ぐらいです。ブドウは 5.468 分の1で、最初設定6以上の数値だったんですが、そこから徐々に下がってこの数値まで下がってしまったので、最終的に飲まれる前にやめということで、プラスになってた時もあったんですけど、最終的には少しマイナスで終わってしまいました。2022年最後の収録になるんですが、だいたいプラマイゼロということで、1年の締めくくりとしてはちょっと嫌ですけど我慢します。よろしければこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回からもいろんな台を打っていきたいと思っておりますので、よろしければご視聴くださいませ。
本日も最後まで見てくださりありがとうございました。じゃあまたね、良いお年を。